よし、ムーニャンはこれで動画の中で永遠に生き続けることが可能になったので、もう大丈夫です。もう死んでも大丈夫ですまあ俺もそうだけどね、俺も YouTube 上で永遠に生きられる状態になってるんで、まあそういうことだよね。結局まあ人生っていうか、生き物って情報だから、情報が残ってる限りは死なないからね。だからムーも死なないです。まあ体腐っちゃうかもしれないけどちゃんとデジタル上で生きてるからね、まあ、そういうことだよね、うん、データ上で生きてるからいいよ。まあ俺も多分もうすぐ死ぬけど、データ上で YouTube のマドル TV 上で生きてるんで、それで十分だよ。もうそれ以上の価値はない、生き物には。ただまあ、でもそれで例えば他人に影響を与えることが可能なわけじゃないですか、動画だけでも。例えばまあ過去のその哲学者とか小説家とかも、まあ、文章として本としてその中でずっと生き続けることが可能なわけだから、もう俺はその道を選ぼうかなと思って。もう自分はもういいわ、俺はもう体が滅びることにはそれほど恐怖心は最近感じなくなってるんで、情報を残せばいいんだよ、うん、まあ、子供を残すことはできなかったんで、まあ、別な形でデジタルデータとしていろいろ残していこうかなと、うん、まだまだ残すよ、いろいろ。こんなもんじゃないからね、もっともっと面白い動画を、誰も40人ぐらいしか多分 見てくれないけど、でも分かんないじゃないですか、1000年後とか1万年後とかまでもしデータが残るんだったら。でもそうだよね、1000年後でさ、1000年後にバズればいいかなって、マナル TV 面白いよみたいな、そこをちょっと目指していこうかな。だからムーもそうだね、ムーとかいう面白い猫が1000年前に生息してたよみたいな感じでツイッターでバズる可能性あるからね。はいはい、こっちこっち、はいよし、いいね、いいの撮れたよ。分かってるね、もう死ぬこととかあんまり意味ないからね。こういう映像が生命そのものだと俺最近気づいてしまったんで、死ぬことに対する恐怖感はだいぶなくなったね。なんかもうむしろ肉体持ってること自体が苦痛でしかないから、まあこういう感じで、まああと何年これがこんな状態が続くか分かんないけどね。まあ今しばらくはムーと幸せな時間を、期間限定品だけどね、幸せはね、うん、というわけで、はい、それじゃあまた。